ました。夏チャレもう8回目です。8回もやっております。はい、夏美です。で、この番組はですね、私夏美が皆さんから、打ってほしい機種を募集しまして、その皆さんからいただいた機種の中からこう選ばせてもらって、その機種でミッションをなんとか達成してポイントを稼いでいこうという、ざっくり言うとこんな感じの番組になってます。で、まずは機種なんですけれども、今回もすごい迷ってどうしようかなと思ったんですけど、あのね、実は前作は打ってないんですよ、ほとんど打ってないんですが、で今回の肝心の機種は、ビッグドリーム2の激震です。時速2万発はね、出る台なので、無双に全然匹敵する速さのある台なんで、私は今回そういうところをね見せに今日はやってまいりましたっていう感じで、でね、肝心のミッションなんですけど、ミッション達成すると1ポイントゲットで10ポイント、貯めることを目標としております。で現在6ポイントあるんですけれども、あと4ポイントなんて結構近づいてきてるんですが、夏が来る前に私は10ポイントを獲得しようかなと、それを目標にして勝手にやってるんですけれども、今回のミッションはですね、出玉1万5000発ということで、ビッグドリームならね、そうですね、実は昨日私ビッグドリーム打ってて、2回入れたんですよ、ゴールデンゲームに。で2回引くと1万5000発ぐらい昨日出たんで、ワンチャンあるかなって思ってます。2回引けば、3回引けば毎回でしょ多分。あれよ、図柄揃わなきゃダメですよ、ちゃんとね。ダメな方を引いちゃうと結構ねへこむんですよね、全然ダメなんで。あっちに偏っちゃうときついんですけど、ちゃんといい方のあたりで2回は引きたいなと思ってます。で追加ミッションなんですけど、これがね、結構無理だろうっていう、もうね演出の数々をね、1個じゃないんですよ、いくつかあるんですけど、これを出さなきゃいけないんですよ。もう出てるかな、出てると思うんですけど、一個一個がね結構なんでしょう、出そうで出ない演出なんですよ。1日打ってこの中で2個ぐらい出たら結構ラッキーじゃないかっていう感じですよね。私今回のビッグドリーム2あんまりまだ打ち込めてないんですけど、この4つの中でまだ1回も見たことありません。結構出ないですよ、なんでかなり難しいので、私はほぼほぼ諦めてます。追加ミッションは出たらラッキーぐらいでなんとか頑張りたいと思います。とにかく分回すしかないですね、はい、早く初当たり当てて今回も頑張るよ。ちょっとこの前はちょっとダメだったんで、夏サレならいけると思うんですよ。昨日ビッグドリーム2で1万5000発出したんですけど、今日もいける気がする。今日2万発、2万5000発4万発ぐらい出るかもしれないんで、皆さん期待して、夏サレの夏美は違うんで見ていただけたらと思います。それでは実践いってきます。実践開始。さあ、それでは無事ビッグドリーム2激震取れたので、早速実践していきたいと思います。いや私本当に初当たりトータルで多分5回引いたかな、5回引いてて6回引いてるわ、4回2ラウンド引いてます。なので今日でね、図柄揃いのいい方に偏らせていきたいと思います。頑張ります。怖いな、2ラウンド偏ったら怖いな。さあ、それではスペックの方を紹介していきます。大当たり確率が約319分の1のミドルタイプですね。で、確変突入率が 55%、 そして確変のループ率が 80.5% のね、確変ループタイプになってます。ですごくはっきりしている台なので、確変の 55% を引かないとかなりきつい、2ラウンドの本当、甘デジの
くないバージョンぐらいの手玉で、もちろん時短もつかないです。また1から打たなきゃいけないんですが、図柄がね揃っちゃえば、まあ3と7でしか転廃しないんですけど、図柄が揃っちゃえばもうその時点でも絶対確変なんです。しかも10ラウンド払い出しが1500個なで、 5% だけ2ラウンド確変もあるんですが、あれ青保留来た、ちょっとねとりあえず図柄揃っちゃえばいいんですね。ちょっとあの崩壊してますけど、ちょっと崩壊逆になってますけど、なのでとにかく図柄揃っちゃえばいいです。あ、377いいです、いいです、いいです。あの3と7のチャンス目はいいです。3と 7だけのチャンス目はすごく 30% 以上あったかな。で青ボリューム 20% 以上あります。でもう街はもう この人ね、あのなんだっけ、ちょっと忘れちゃった、カタカナ忘れちゃった、このギルガメッシュ、ギルガメッシュね、この人が出るかどうかなんで、このジャッジメントね、この演出が王道ルートですね。で3択、基本3択なんですけど2択の方がいいです。ファイナルだと大当たり濃厚、いろいろね細かいチャンスアップあるんですけど、選んでる時とかね、さあ好きなところを選んで、これしよう、宝が入ってたらあたり3択はでもトータル 20% ぐらいなんですよね。はい、そこではない、うわ怒られた、怒られちゃうとねダメなんですよ。そこではないってね、怒られなければ2択に行くこともあるんで、このまま2択だとトータル 50% ぐらいあるんで、やっぱり2択は熱いですね。まあ、でこんな感じで、基本的にはもうギルガメッシュ待ちですね。もう普段後ろに隠れてる ね、これね、これが出てくると発展するんで、あとチャンス目ね、さっきみたいに、まあ、37が絡む、2個とか1個とかよく絡むんですけど、全部37で形成されるやつとか結構やっぱりチャンス。あとはこのゴロとかもあるみたいなんですよ。名古屋とかなんかいろいろゴロあるみたいなんですけど、ちょっといっぱいありすぎて私ちょっと忘れちゃってるのあります。とりあえずさっきの、リーチで、宝がねあれば、入ってればその時点でもう10ラウンド確変なので、逆に2ラウンド引くときってもうすごいなんかねシンプルな演出でしかいかないので、すごい分かりやすい。でさらにはその右打ち確変のゴールデンゲームに突入すると、まあ、継続率も高いですし、あとは右打ち中も図柄が揃えば10ラウンドなんです。全部 80.5% 確変がすべて10ラウンド確変なので、こうラウンド振り分け負けがないというか、ただ2ラウンド多めです私まだ。とりあえず一発目は図柄揃えたい。点滅保留ですね。意外と点滅保留が侮れなくて、2ラウンド当たるときっていきなりこうリーチ外れとかから当たったりするんですけど、点滅保留から当たったこともあります。951、おチャンス目、3が2個か、打ち明けられたらいいんですけどね、連打でね。これじゃあきついかな、やっぱりちょっときついですね今ぐらいじゃ。あのえあ来た、あ赤い、あこれ引いたかもしれない、もしかしたらこれ引いた、2ラウンド引いたうわ怖ー、一応 5%確変ありますけど、うわでも赤いからなで、ね、101回転目ちょっと本当にお願い、成功すれば確変、うわえびっくりした、え 5% 引いた、びっくりした。夏チャレの夏目は
最強やで。びっくりした。あのね、45% が2ラウンドなんですけど、今みたいな演出からいくで 5% しかないんですよ、ゴールデンゲームは。ほとんどがだから通常なんですよ。うわ嬉しい、ちょっとびっくりした。いやとりあえず良かったです。2ラウンドですけどもね、もうゴールデンゲームに入りゃいいんですよ。もう基本的には図柄が揃えば、まあ確変で、これが終了するのはこのチャンス目が青くなって、それが連続して扉が閉まっちゃうと終わる可能性があります。まあ、逆転10ラウンド確変もありますけど、終わるのはそれしかないので分かりやすい。赤のチャンス目が続けばいい。でもすごい早いんですよ、本当に早い。だからね、とりあえずね、速攻落ちだけは嫌ですね。2ラウンドなんで、そういう引きの強さはいらないんで、一撃でできれば1万5000発のミッション達成したいですね。10連だとちょっと足りないので、11連くらいすればいけるかな。1万5000発ギリギリかな。最初がちょっと2ラウンドだったんで、右打ちで11回くらい当てたいですね。12連か、12連すればいくんじゃないかと。まあ、こっからしか終わんないんで怖いよ、この煽り怖いの本当に。来い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 、来たー来たー、楽しい楽しいです。当たりました、106回転目。よし、当たれば1500ですからね、最高ですよ。これラウンド終わったらもうすぐ変動が始まってるんでね、もうほぼほぼもうすぐ打ち出していいかなと思います。早っ、もありますよ。あ、2ラウンドロップついてる。早いって。あー、打つの忘れてた。一応ショート解放してますんで、ちょっと待って、ショックで打つの忘れてた。最悪、左打ちしてください。もうショック、ショックです。気が良すぎるとこういう感じになっちゃいます。 5% 引いてる、引いて1回、まあ速落ちしなかっただけいいですけどね。ちょっと持ってない、持ってるのか持ってないのか分かんない。持ってんのか、持ってますね。また頑張ります、引きましょうすぐね。なんかちょっとびっくりしすぎてね、あの当たった時変な関西弁みたいなの出ちゃったし ね、ごめんなさい、関西の方はイラッとするやつ、すいません。何回目で夏チャレ。お、さばきの時どうかな、発展してくれたらいいんですけどね。チャンス目、あれ、さばきの時、リーチがかかれば519って語呂でもないのかな。これよりお前に裁きを与える。神の目は欺けぬぞ、覚悟するがいい。行かないか。あ、行った、行くんかい。行きましたね。とりあえずジャッジメント行きました。2択行けばいいんですけどね。あ、全、ん、
れし者よ、自らの手で希望をつかみ取れ。さあ選んだ。いはい、これできます。あ、怒られた。どこも選んでいる。どこでした。あ、ここでした。ここでしたか。ダメでしたね。3択ばっかですね。2択いかないな、なかなか。あれで当てたいよ。もういつも怒られてばっかだから。持ち玉なくなっちゃいました。1900ないぐらいだったんですけど、1800ぐらいか、なくなっちゃいました。悲しい。アマデジの出玉ぐらい、ちょっと連チャンした時のアマデジの出玉で終わっちゃったんで、次は本当にギルガメッシュに怒られないように宝を見つけるしかないですよ。点滅保留。開かないんだよねこれ。やだ。やだー、最悪。もうこれさ、通常のキックしかしないんだけど、なんで？怖っ。ちょっとお願いします。ほらね。え、なんでこれしか当たんないの今日。はあ。大丈夫ですかこれ動画として。すごい、すごいしょぼい絵しか見せられてないんですけど、ちゃんと弾けてるんだけどな。そんなにハマってないんです今日も。なんですけど図柄が揃わない、へこむなぁ。いやちょっと図柄揃えたいなぁ。なんか2ラウンドばっかりいくんだよなぁ。まあでも2分の1ですからね、半分がやっぱああいう当たり方なんで、偏るときは偏るんですけどね。でもね、言うてもね、揃わないんですよ、本当に。なんでこんな揃わないんだろう、なんでって言っても分かんないけどさ、ね、なんで悪い方にバック偏るんだろう。もう年末からもうずっとマイナス収支なんですよ、私、月間の。12月から去年に。ずーっと。もう負けるんです基本。たまに勝っても3000円とか7000円とかなんです。だからね、もうマイナスなんですよ収支が。勝率はね悪くなくてもね、負けるとき4万とか負けて、3万とかね5万とか負けて、勝つとき勝っても1万円とかだから、勝率は上がってるのに、そんな悪くないのに収支が悪いです。やめてやめて、やだ、もう本当にお願いやめて。もう怖い、この演出がもう恐怖。やめてほしい。じゃあ3枚目
さあどうかな、発展してくれたらいいですね。ちょっと弱いな、チャンス目が。あー、いたー、来ました。超久しぶりのジャッジメントですよ。三択。導かれし者よ、自らの手で希望をつかみ取れ。さあ選ぶがいい。右押しました。ここから出てくれば何も一応なってはないですけどね。からの、からの、お、あ、二択い、行くんじゃない？え、あ、びっくりした、あ、びっくりした、もしかしてこれファイナル？ファイナルじゃないこれ。初めて見たけど、ファイナルじゃない？とりあえず当たりましたけど、タック変化、まあ、2ラウンドか10ラウンドかは分かんないですけど、 70% 以上が一応10ラウンドの可能性あります。期待度はあります。こっち、こっちな気がする。私は歩むべき道はただ一つ。さあ自らの手で禁断の箱を開けるがよい。あ、お願いします、お願いします。いや大丈夫だと思うよ、大丈夫、私ならいける。ボタンは、ボタンは普通か、いきます。よし、よっしゃ、揃いました。初めて図柄が揃った。220回いけんね。ルーゼルボーナス、その力どれほどのものか見届けてやろう。夏チャレー、前半戦終了しまして、やっと3回目のあたりでね、なんかもう図柄が揃ったんですよ、やっとですよ。私今日図柄揃わないんじゃないかってね思ってたんで、前回のね夏チャレがね、私ねちょっとね最初良かったんですけど失速しちゃって、あれ2020年やばいんじゃないかってちょっと思っちゃってたんで、良かったです。なんとかあのもう意地の初当たりの速さでなんとか右打ちのゴールデンゲームに突入させたところで、とりあえずは前半の方終了いたしました。このあとですね、もうこれまた意地で10連チャン以上させてミッションである1万5000発の出玉をね叩き出したいと思います。夏チャレでのね夏見はね本当にやばいんで、いけると思います、いけるんじゃないかと思います。頑張ります。というわけで、まあ追加ミッションの方もね引き続き若干諦めてはいるんですけれどもね、右打ちはほとんどまあできないんで、まあいけたらいいなっていう程度で頑張りたいと思います。まずはめちゃくちゃ連チャンさせたいと思います。はい、投資がね、まあ、結構2万2000円なんで、まあプラスも目指しつつね頑張りたいと思います。なので後半も見てください。どんだけ連チャンするかどうかをね皆さんの目で確かめてもらえたらと思います。ではこの動画がもしいいと思ったら高評価よろしくお願いします。そしてチャンネル登録の方もぜひぜひ、結構今日初当たり頑張ってるんで、ぜひぜひしてない方はよろしくお願いします。はい、それでは次回の後半の方でめちゃくちゃ連チャンしてると思うので皆さん見てください。というわけで今回はこの辺でさよなら。